くないんですよ。あ、いや食べたいです、食べたいです。普段バニャバニャ売れる。うん、え、マジうまい。ハロー、ニホン、ソロプギチョコリズパン、タカです。ナマサイヤショー、ナマサイヤシーン、イエーイ、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、イエーイ。2024年です。2024年ですね。おかえり。ありがとうございます。日本から戻ってまいりました。新しい年始まったというところで、シーン君、チョマケジャパンのメンバーとしてこれからやっていくことになりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、2024年のなんか抱負とかちょっと喋りたいなと思うんだよね。なるほどね。ちょっとどうしようか。俺から今目標としては、僕は会社立ち上げたいって思ってる。おお、マレーシアですか。マレーシアで会社立ち上げたいと思ってる。で、そのための準備、田中さんと実はちょっとずつ進めてます。ほお、ちょっとずつ。でも間に合うかどうか分かんないけれど、今年の目標は会社を作りたい。そんななんかバコーン言われたらもう俺何も言われへん。抱負だ。なんかちっちゃい頑張りますみたいなね。ちっちゃくない会社作る。このつまげ束の活動をもっともっと楽しく、でもっともっとみんなに発信できるようにっていうところで会社作りたいっていうので進めてます。以上です、僕の抱負。ちょっと待って、近すぎでしょ。今年からね、 YouTube 一緒に頑張るっていうところだから、どういうところを目指してるのかなって。僕はやっぱり語学と結局文化を学びに一番来てるんで、マレーシアに結局は。ほうほうほう。なのでそれをまずやりたいっていうのと、あといろいろ考えたんですけど、はい、みんなお兄さん方なんで、ちょっと若いやつがちょっと体張るやつとかをちょっとやっていけたらなみたいなのは、ちょっと違うテイストをやっぱり、なんか新しい風を入れて、まあ、いろんな人に見てもらえるやつをやった方がいいかなと思ってます。すごい。でも、ああ、ほんまにあのちょっと体張る系は頑張りたいなみたいなのはすげえ思ってるんで。田中さんがめっちゃ顔笑ってる。というわけで、あのコメントお願いします。しんくんにやってほしいことお願いします。で、やりましょう。はい、ちゃん俺ね、この1年でもう完全にもうペラペラになりたい。だから、まあ、会社作るって言ったじゃないですか。だから今思いついたんですけど、会社作るってなったらやっぱマレーシア人の方とも絶対協力が必要なんですよ、ここでやるには。その時の通訳僕に任せてくださいってなるぐらいの、ちょっと一生懸命勉強したいなと。楽しい。はい、まあ、そこは任せてください。なるほど。はい、でね、今ミスタークイティオっていうクイティオのキャラみたいのがちょっとずつ確立してるというか、もう完成してるよね。はい、そう、だって街で会ってもね、ミスタークイティオって声かけられるんですよ。いいな、すごい。名前、ね、名前忘れたけどミスタークイティオだよねみたいなって声かけられるんですよ。ショークイティオを自分でオリジナルを作って、それをみんなに広めたいと思います。おオリジナル系ってことですか。そう、本当に俺の作った、俺が一番いろいろ試行錯誤して作ってこれだっていうクイティオをもう完成させて、それをマレーシア人にも広めたいし、日本にもね、クイティオを広めたい。確かにあの動画のクイティオはマジうまそうだった。確かにそうなんですよ。でもあれはね、教えてもらって、で自分で何回か練習して、あ、これだっていうのを作ったんですけど、さらになんかちょっと、あ、俺、あ、ね、これ食った瞬間に、あー、超クイティオやなっていうあれを作った。あ、うん、そうですね。なんで俺の、まあ、目標としては、クイティオをもっとさらに広める、作る、上達するっていうのと、マレー語、これを目標にします。いやー、これ動画に残ってるからガチでやりますから。確かにガチでやります。でも食べたことないんですよ。あ、いや、てか食べたことないそう、僕も言われたことない。なんか俺一応調味料を持ってるわけ。あ、作ってきたの。作ってきたの。今から今からまあ、いけますよ。いけんの。いける。食べたいっすか。いや、食べたいっす、食べたいっす、食べたいっす。てか、もうさ、やっぱさ、新人一発目だから、普通のフード行くよりは、こう、ショークイティオで、ショークイティオで行きますか。というわけで、新人一発目は、みんなでショークイティオを食べに行きまーしょう。はい、実際にね、オープンキッチン、やってまいりました。すごい。こんなに揃えてもらって。はい、全部揃えました。エビが好きなんで、
もうバニャバニャうどんでいきたいと思います。バニャバニャうどん食いてよ。そう、食いてようどんじゃなくて、食いてようどんバニャバニャってところで、これエビをね、2パック全部入れて、で、エビエキス入れて作っていきたいと思います。すごい楽しみだ、はい。これはお醤油か。これそうですね、日本の濃い口醤油小さじ5入れるんですよ。小さじ5入れる、はい。これシーズニングソースですね。小さじ3。ナンプラー、ナンプラー1だけ入れますね。うん、クイティオソース、初めて見た。これほんとちょっとだけ、これ入れすぎたらなんか味わってかなくなったんで。ああ、そうなんだ。オイスターソース忘れた？ちょっとオイスターソース、ちょ、あ、オイスターソース、あ、あれですよ。え、これですか？あ、それそれそれ。違う、こんなでかいやつ袋の中に入れっぱなしです。来ました、オイスターソース。オイスターソース。これも入れます。これなしと始まらんから。小さじ4入れるんですけど。じゃあ、あと…あ、計算できない。あと25です。ああ、そうだった。ああ、そうだった。ああ、そうだった。チェイ君、どんな匂いするかちょっと嗅いでみてよ。あれ、これ匂いする？でも、屋台でやっぱ食べるじゃないですか。うん、の匂いします。あ、で、これ、な、桜エビ？これな、桜エビ？ちょっとがいいんだよね。ちょっとでいいな。これぐらい。ああ、うん、そんなもんなんだ。ああ、いいね。はい。ソースも完成しました。じゃあ、いきます。ちょっとこれ、サンバル入れてやるの初めてだけど、これぐらい入れて。おお、いいね。うわ、いいね。はい、あ、めっちゃいい匂い。うわ、めっちゃ油飛ぶ。めっちゃ油飛ぶ。めっちゃ油飛ぶ。油にサンバルの味を、香りを広げます。こっから。いけ。うわ、すげえすげえすげえ。うわ、すげえすげえ、うわ、ザブラブル、うわ、おおいい匂いですね。うん、これさっきのだからあれを絡めてるんですよね。そうです、今ね、このサンバルをちょっと絡めてますね。これね、もやし、ニラ、フィッシュボー一気に入れ、うわ、でもね、本番これからです。これを入れるのが食い手ですから。なるほどね。ここにね、もう一回ちょっと油を加えます。おお、卵、おお、美味しそうな卵じゃん。コメント、俺1個入れてたんだけど、コメントで2個入れた方がいいよって来てたんで2個入れちゃう。2個入れます。あ、ありがとうございます。あー、でもなんか知ってる食い手用の匂いてか、見た目いい感じ。もううまそうじゃない？でもめっちゃうまそう。でももうこのまま食いたいよね。でもまだなんよね。まだです。こっからですよ。これ入れます。こっからが食いてよなんです。なるほど。こういうことです。うまそうやで。はい、で、ちょっとね、とろみがつくまでこれ待つんですよね。いいね。仕上げにこれ、セサミオイル。先生に教えてもらったやつね。そうそうそう、ああ、ちょっと、よし、美味しそう。わ、すげえ。いい感じです。めっちゃ美味しそう。こんな感じです。うわ、すげえな。これが男の料理、スラッサイマッサチャークイティオイニギショークイティオウダンバニャバニャです。イエーイ、完成しました。やっばいねー、クイティオです。すげえ。はい、イニスラッサイマッサショークイティオうだん、バニャバニャ。よし、さっさっさ、初の小食いてよ。匂いが、ぜひ食べてみてください。じゃあ、もう一回行ってみますか。ちょっと行ってみてください。じゃあ、いただきます。あ、でも、熱いですよ、めちゃめちゃ。うわ、わ、知ってるやつや。そう、本当にこれ売れるぞ。めちゃくちゃうまい。
え、マジでうまい。うめえ。しゃあ、これはちょっと衝撃のうまさ。うまい。ありがとうございます。これはマジでマレーシア人に食べてもらいたい。いやそう、だから俺の2024年の目標はこれをね、あの視聴者の皆さん、ミスター食いてよって呼んでいただいてる皆さんにもちょっとこれ食べてもらいたい。だってめっちゃ練習したもん。あれチャリティーとかやりたいですね。いややりたい、まあ無料でね。最初は例えばもう本当にそんな多くはね、僕らねそんなにあのお金もそんなないですから、あの多くはできないけど、例えば、まあ、50人とか、なんか来ていただいた人、あの何食限定でとかでちょっと無料でちょっとみんな食べてみてくださいっていうのをマレーシアに育てていただいて、こんな美味しいものをあの授けていただいた恩返しとしてみんなにちょっと味わってもらいたいなっていうのをやりたいんですけど、どうですか。やりたい。やりましょう。やろう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 。ミスター食いてよって呼んでいただいてる皆さん、めっちゃ練習したやつ。場所だけあればいいです。無料でね、最初は例えばもう本当にマレーシアに育てていただいて、こんな美味しいものをあの授けていただいた恩返しやろうやろう。あれ場所を貸してくれる人いないですかね、コメントで。あ、確かにそうですね、うん、場所とかもやっぱ許可とかも必要だったりとかするから、うん、こういうとこがいいですよとか、うち使っとこどこ使ってみてくださいねとかってコメントいただけたら、そこでね本格中華鍋を用意してちょっと作ってみたいな、うん、食事というよりかはちょっと試食で、いろんな人にあの道行く人にもちょっと食べてってみてくださいぐらいな感じをやりたいなと思って。いいんじゃないですか。めっちゃいいと思う。やりましょう。やろうやろう。みんな来てください。年明け一発目予想食いておってよかった。俺は確かに。いやありがとうございます。いや本当にだって食いておってたいから、そんまけずファンのなんかメインコンテンツになっちゃった。確かに。誰かさんのせいで。すいませんね。ただだってさ、めっちゃうまいじゃないですか、まあ、で基本自分だってフードコートがメインだったんですよ、うん、最初の頃って。そうだね。フードコート行って何食べるってなった時に、クリティオがなくなるからこれしようみたいな。でやってるうちにイフタールって言ってラマダンの時期にモスクで撮影に行ったんですよ、はい、でそこで視聴者のご家族に会って、あ、ミスタークリティオって声かけられたのが初めて。そうそう。で、あ、そんな感じで俺ら思われてんだってなってから、コメントでね、あの動画が7万8万回ぐらい、そう、7万から8万まで回って、で、ミスター食いてよ、まあ、お前はミスター食いてよだみたいな、だみたいな。で、この前日本帰って撮った動画でも、ショーは本当にミスター食いてよの称号を手に入れましたみたいな、ね、だからもう、コメントもいただいて、あのファミリーには来る前に行かなきゃ、あ、呼ぼう。そうしましょう。ちょっと俺、連絡先知ってるから、呼んでね、あの、ぜひ振る舞わせてくださいって、今度ちょっとアップ取ってね、今度その動画も上げますんで。ぜひ試験展開期ですね。本当にもうね、2024年頑張っていこう。頑張っていきましょう。頑張るぞ。イエーイ。はい、完食でーす。イエーイ。いやー、めちゃくちゃ最高だった。めちゃくちゃうまいですね。2024年はマジで本当頑張ろう。いや、頑張りたいですね。会社作って、ね、マレー語を作って、で文化いっぱい、ま、勉強して、なんかもうそういうね、学びとね、みんな成長してね、そうそう、前進ですよ、前進。そして挑戦を続けるチャンネルに、ね、そうですね、行きましょう、行きましょう、頑張ろう。ぜひね、もしあのチャンマゲジャパンにですね、あの行ってほしい、なんかこのローカルフードとかフードコートとかあったら、ぜひコメントで教えてください。お願いします。そう、時間合わせかビデオイニシラとかグッドボタン、ジャンガルルパーサブスクラチャンネルイニということで、グッドボタンこれを押していただくことによって僕らの動画拡散されますので、ぜひお願いします。それではまたね。チャンネル登録よろしく。イエーイ。